はい、こんにちは。まーちゃんのまーはるです。はい、今日はこちらですね。うん。レゴマインクラフトのザ・ポーラー・イグルーです。はい、2018年レゴマインクラフトの新シリーズ5回目ですね。うん。ザ・ポーラー・イグルー、北極のイグルーですよね。うん。イグルーってのはなんか雪で作ったシェルターみたいな。ああ。まあ家だよね。そうだね。じゃあ早速作っていきましょう。はい。ということで完成しました。こちらがザ・ポーラー・イグルですね、うん、基本的には雪のセットになってますね、うんうん、で氷もちょこちょこ見えるけどね、うんはい、でここにアレックスがいますね、うん、アレックスは釣りをしてて魚釣り上げた瞬間ですね。でここにこれスケルトンじゃなくてストレイがいます。ここにホッキョクグマの親子がいますね、うん、親の方は体をこう起こせるようになってるね、うんうん、子供の方はそのままですね。こちらにですねちょっと仕掛けがあって、うん、弓みたいなのがあってこれ押すとこう飛ばせる、うん、しょぼいやつね、うん、よくあるやつこのしょぼいやつがついてますね、はい、後ろにチェストがあって中にダイヤの剣 と焼き魚が入ってますね、うん、そしてストレってこのシェルターがあるんだけどこの前にタイマスが置いてありますね、はい、横に木があるんだけどちゃんと雪かぶってるでしょ。本当だ、ね、マイクラっぽいよね、うん、でここ、お家上が開きます。あ、パカッと、はい、で中はこのような感じになりますね。緑色のベッドがあるんだね。そう、今回ね初めて緑色のベッドですね、うん、で反対側にはかまどとベッドストーントーチとクラフトテーブルありますね、うん、はい、はい、じゃあミニフィグ見ていきましょう。まずはこちらアレックスですね。これダイヤのヘルメットをかぶってるね。そう、ダイヤのヘルメットをかぶってますね。ただ服はいつものアレックス、うん、何も着てない状態です、ね、ズボンまだね、うん、そしてこちらがストレイですね、うん、これね一度もうちら出くわしたことがないんでわからないんだけど、うん、このボロボロの服を着た、まあ、スケルトン、そうだね、うん、攻撃力的にはスケルトンと変わらないらしいんだけど一度も会ったことがないんで、そうだね、うん、分かんない。最初ね、最初あれかと思ったウィザースケルトンとか、あ、確かにね、全然違うみたい。で弓矢の引いたところを持ってるね。あ、はい、そしてこちらが白クマですね、うん、かわいいね。そしてこれが親の白クマですね、はい、さっき言った通りこう上半身がこう起き上がるような仕組みになってますね、うん、はあ、よく寝たわ。今日は魚バンバン釣っちゃうわよ。楽しみ。おや、白クマさんもいるわ。平和でいいわ。さて、いっぱい釣っちゃうわよ。よいしょ。やったわ、釣れたわ。キャストレイよ、武器を持ってないから一旦逃げるしかないわね。逃げましょ逃げましょ逃げましょ、おっかないわ。そうだわ、この新兵器を試そうかしら。食らいなさい。やったわ。アレックス、え、何かしら。どうしたの？また何かに追われてんの？キャー、ちょっと、まだあれに追われてるの？わあ、またやられちゃったのね、スティーブ。かわいそう。はい、ということで今回はレゴマインクラフトのザ・ポーラー・イグルーでした。はい、ということで、レゴマインクラフトの新シリーズはあと残り1つとなりましたね。あ、でもね、買ってないのが1つなんで。なるほど、うん、なんでまたそれはですね、買い次第やりたいなと思います。はい、はい、ということで今日のマーティ君ご覧ください、うん、今日のマーティ君、いや、はい、マーティ君ようやく餌代がやってきまして、ちょっと食べやすくなったね。よかったね、マーティ君ね、食べやすくなったね。よかったね。ごちそうさまでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライク、あ、持ってったお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。そしてチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。マーティ君、マーティー、バイバーイ。